やだよ。寝坊したの誰だよ。だってさ、あの後ママにずっとお仕置きされっぱなしで、そう、名前書いたのバレちゃって、だけの物差しでピシピシ。マガタマだ。何、マガタマじゃん、落とし物。ここで当主たちがやり合ったんだ、多分。どこの学校だろう。やっぱうちの当主かな。ほーらな、落としたらもう誰のかわかんないじゃん。やっぱり名前は必要だと思うわけさ。そういえば最近この辺で洛陽高校傘下の当主を見かけるって噂だし。洛陽高校？大半の高校が力ずくで潰されて、服従を誓わされている。たった一人の男、東卓。東卓って人強い？うちの学校もそうだけど、東卓に不満を持つ高校が連盟し始めてる。おお、じゃあ絶対強いね。確実に強いね。関東牛耳ってんでしょ。もういつ戦争が起きても不思議じゃない。リベンジって本気で学習さんとやるつもりだったのか。やっぱ手近に男汁かな。あのさ、なんか言った？やめろバカ。はあ、バカって言った。僕は白鵬を守りたいんだ。命に変えても。コウキン、なんか悪いもん食べた？塩辛の酢味噌和えとか。ああ、言わなきゃよかった、言わなきゃよかった。バーカ。うわあ。はい、一人消えた。何すんだ、バカ。ああ、また言った。バカって言ったら自分がバカなんだぞ。自分だって言ってんじゃんかよ、バカ。あれ、ガクちゃん、なんかひどいんじゃん。とぼけるな。関内が演術に呼ばれたそうだな。まあね。珍しいな、演術がお前以外の者を招くとは。俺などここ数ヶ月声も聞いておらん。エンちゃん、東卓打倒を宣言してっからね。そりゃ慎重にもなるって。ふん、そんなお呼び越しで東卓打倒など。言いたいことがあるなら越権許可取ってやろっか。言ってどうなるものでもあるまい。だがもう引きこもってもおられんぞ。覇王の名を持つ者が現れたのだ。関内に直令を出したのか。だからさ、その東卓打倒のためにも高校の憂いを断ちたいっていう。孫策博、早くも終わるか。それとも急げ、ハク。わかった。ってなんで、なんで急ぐのよ。焼きそばチーズロールが売り切れちゃうんだよ。焼きそばチーズロール？人気の割に数が少ないから伝説のランチって呼ばれてる。伝説？昨日も保健室でそんな話してたじゃん。伝説ばっかの学校だね。あの人はリョモを締め、彼女も四天王の一人だ。マジ？女の子もいるんだ。彼女のせいで半身不随になった人もいる。彼女は学習さんより怖いよ、ある意味。あ、そっか、わかった。何が？四天王って4人だよね。は？四天王はもう一人いる。はいはい、よくわかったね、偉い偉い。で、もう一人の四天王って爆乳なの？ここ来てから私散々そう呼ばれてるからなんとなく。
かんねえが、バカな。こんなとこに呼び出してさ、エロ漫画の定番ネタじゃん。どういうことだ？ねえ、ほんとは、私のことどう思ってるの？抱いて、なんてね。炎術は孫作中陸の直を関内に出したそうだな。相変わらず情報早いね、モーちゃんは。なぜ関内なんだ？カンちゃんだって一応四天王だし、命令が出たっておかしくないでしょうが。以前の関内ならな、あいつが何をやっているか知らない。だが、ここ数ヶ月で、あいつはもはや関内候補ではなくなった。いや、闘志ですら。いいんじゃないの？言っちゃってようが腕はあるし。実際のところ、もしかして王者へと行けるか？死にたいのか、佐治元法。いいね、もうちゃんなら本人だ。もうちゃん、やっぱあの子気になってたんだ。興味がないみたいなこと言ってたのにさ。だが、お前の技にはあの娘、孫作白鳳殿の恐怖は感じる。あんな男に直を出す演術が下しかねると思うだけだ。あんな男ね。だとさ。かんねえ。俺、孫作、やる！思ったんだけどさ、そのトータクって人が落第高校のヘッドだとしたらさ、落陽高校？あ、そうそう、その落陽にヘッドがいるならこの学校にもいるわけっしょ。いるよ、炎術航路って人が。強いの？やっぱさあ、だいぶ前に四天王と歩いてるところを見たことがあるぐらいで、実力は。あ、お前まさか炎術さんとやる気か？その前に殺されるぞ四天王に。絶対に。けね、忘れ物知った。忘れ物？大したもんじゃ。体育の時間にとってそのまま。取って？あ、ちょこら取ってくれ。マジやべえ、やべえやべえやべえ。これから毎日この調子かよ。コウキンくんにこんにちはなさい、ハクフ。こんにちは。白布をよろしくね、コウキンくん。仕置きされるとこだった。孫作白虎いた。直令どうして？知らねえ。この学院の闘士全員に貴様を倒せと直が出た。それだけ。僕は炎術が白虎。さて、どんなもんかね。
きなり何？えぇえぇえぇわぁ豆乳の制服くそぉベリショだベリショまたママに推しを伝えるじゃないかソンサカ白殺す！ダメなのよ。カンネコウハ。カンネ、あの四天王の。殺す！ソンサカ白。そうなら。そうって言ってよ！向こうから来たんだからしゃあないよね、コウキ。本番はこれからだ。あいつどこにいるんだよ。次は体育はどうとかロッカールームか。執行の邪魔をする者は排除しろ。悪いがこれも直のうちでね。やっぱり白風にも。さすが、さすがいいね、優等生は。サジさん、通してください。力ずくで来るかい？俺構わんよ。